ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾイ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って、早く。よくやったね、イーサン。ゾイだな、あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないと、メインホールから出られるかも。分かった。あと、腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。何なんだこいつ。父さんにいじめられた。父親なのか。昔はね。残念だが、やつはもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出て。分かった。また連絡する。やったね、無事に出たのはあんたが初めてだよ。俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限り、ここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。分かった。どこにあるんだ。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと旧館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。旧館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。分かった。でも母さんもそこにいると思う。母さん、気をつけて。みんなあんたを探してる。どう、血清は見つかった。お前の母親と虫に襲われたんだぞ。なんで言ってくれなかった。悪かったね。で、血清は。いや、まだだ。でも作る材料なら分かった。D 型被検体とかいうやつの頭と腕らしい。頭、頭なら持ってたと思う。本当か。でも腕の方は分からない。旧館は全部調べた。いや、まだだ。2階を調べてみるよ。それじゃあ探してみて。見つけたらトレーラーで会おう。腕はあった。ああ、見つけたよ。本当にこれで血清を作れるのか。大丈夫。血清を作ったらここから逃げよう。一緒に。トレーラーで待ってるよ。分かった。おい、どこにいるんだ。いや、まあいい。あとはお前が持ってる頭だ。これでミアが助かるんだろ。いや、相棒、お前に教えといてやるよ。ゾイのやつはな、今ちょっくらお休み中なんだ。ミアと一緒に俺んとこにいるからな。まあ、そう心配すんなって。二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を離せ。どうするつもりだ。そんなこと教えねえよ。そいつは俺たち家族の問題で、お前には関係ねえことだからな。わかんだろ。いいか、この頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。ただその前にお前にやってもらうぞ。ちょっとしたゲームをな、お前のために考えてやったんだよ。ゲームだと。ああそうだ、ワクワクするだろ。そう焦んなって、ゆっくり楽しませてやるからよ。まず最初にやることを言うぞ。相棒、そのトレーラーの冷蔵庫の中に何が入ってるか見てみろ。ふざけやがって。おいおい、なんだよ、しらけさせんのか。もっとゲームを楽しもうぜ。いいから、とっとと冷蔵庫を見やがれ。よう相棒、いいか、その2つの基盤でパーティーに参加できるからな。遅れねえようにな。ミアと話をさせろ。まあまあ、そう焦んなって。その前にまずはパーティーだろ。パーティーの場所はどこか分かってるよな。中庭から入れるぞ。ほら、さっさと行け。